よっしゃ、ゲームやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスです。今回はね、八重さんを、出していこうかな、攻略していこうかなと思います。八重香織さんだ、香織さん。香織さんをやっていくぜ。で、彼女はね、なんかイベントがね、ちょっと多いような気がする。なんかみんなと比べたら。なのでね、ちょっと期待してるわ。いやー、前回のな、あれ、前々回か。ホムラちゃんがな、ちょっと、うんって感じだったからな。でもね、あいつや、あいつは良かったわ。さくらちゃんね、さくらちゃん、楓子ちゃん超良かったわ。楓子ちゃんを一番最初にまあやったわけですが、光の後でね、良かったわ、すごく良かった。まあもう一回光やりたい感じはするけどな、イベント全部見てないからっていうところで、彼女はねバレー部に入ってるので、まあバレー部って言っても最初は入ってないんですけど、でね、バレー部でもなんか来るっぽいんで、バレー部で一定以上練習をし、平日にクラブを実行。よし。ということで、バレー部に入っていきまーす。じゃあ出るとこまでカットしまーす。よいしょー。一応、なんか一緒だなぁ。出る条件が。出る条件ってか、出方が同じなのかな。まあいいや。こんにちは。何かよ。いや、用ってほどでもないけど、その。用がないなら、私。帰るから。ちょっと待って、その前に名前教えてよ。気まずい。やい、かおり。それじゃ、かおりちゃん。あ、ちょっと待ってよ。まだ何か。よかったら今度どこかに遊びに行かない？私と。そうだけど、質問が合えば。じゃあ電話します。よっしゃ、じゃあ匠に電話だな。匠タクミン、タクミン。なんか、カエデコちゃんみたいな感じで、イベントがあるかなと思ったら、そんなことはなかったな。とりあえず、タクミン、電話をかけて。で、結構ね、ランダム発生のね、イベントが多いんだよな。それがちょっと困るな。かおりちゃん。誰？おい、身長169、体重なし。いつも通り。クラブ入ってないんだよな。うん、クラブはね、3年目から入るんだよな。スポーツマンだけど暗い子。なんかね、これも俺、なんかね、俺はね、なんかね、香りとね、ホムラがをね、足して2で割った感じなんだよな。で、身長は、まあどっちかといえば、まあホムラ寄りかな。うん。ということで、最初デート行こうかな。デートでね、必ずあるイベントがあるんだよな。そのイベントをやっていこうかなと思っております。おーい、八重さん。あ、こんにちは。こんにちは。これから体育？うん。ま、見ればわかるか。見ないで。そういう意味じゃなくて。そういえば今日は八重さんの誕生日だな。誕生日プレゼントどうしようかな。あげる。にゃんこの着物。どうしたの？これ誕生日プレゼント、開けてみてよ。1年目でさ、まだ1ヶ月、いや会ってからまだ2週間しか会ってない人に誕生日プレゼントもらうってどう思いますか？嬉しい。嬉しいですか。ありがとう。ちょっと嬉しいけどね、やっぱりね。あのお、なんだね。あ、八重さんどうしたの？数学の教科書貸して。お前ら数学好きだな。数学？ちょっと待ってね。はい。ありがとう。うっかりしちゃった。うっかりか。八重さんらしくないけど、なんだかホッとするな。なんでや。よっしゃ、八重さんとデート。来ないな。もう少し待ってみるか。来ない。帰ろう。あ、留守電が入ってる。八重です。ごめんなさい。なにーっていうイベントですね。こんなイベントがあるのかっていう話よな。よし、じゃあ次のイベント行きまーす。よっしゃーい。では中央公園に行こうと思います。あれ、時間間違ったかな。ごめんなさい。待ったでしょ。いや、今来ただから。よかった。今日はどうするの？あれ？そうね。
歩き方がぎこちない。緊張しちゃって。 A さん背が高いから一緒に歩きづらくてって言ったらダメやな。一番上だな。はっ。緊張おろして。あー今日来るんじゃなかった。じゃあここでさよなら。なんだとバカな。ふて寝してやる。お、来た。あれ A さんかな。 A さん何やってるの。なんだよ、俺なんかしたっけ。イベントがね多い理由はね、多分こういうことが多いんだよな。短いんだよね、イベントが。もうスンスンスンで終わる。八重さん、一緒に帰りましょう。八重さん、よかったら一緒に帰らない？逃げられてしまった。主人公。まあ、そのまま中央公園でデートでーす。あれ、時間間違ったかな？ごめんなさい。めっちゃ待ったわ。あれ？今日はどうするの？あれ、イベントがない。そうね。これね、実はね、主人公逃げられるんだよな。有効度があまり高くない状態での河川敷だった。間違えた。風船。この場所良くないから移動しよっか。風に乗ってきたんだね。気持ちいいよね。大丈夫？なぜか濡れなかったかい。あ、どうしようかね。これかな。うん、ほんと心が軽くなる。おっしゃ、来たー。今日は楽しかった。やったー。前回ちょっと最悪だったからな。そうか、河川敷に行くんか。そうだな、河川敷に行こう。河川敷に。あー、テスト。八重さん、僕とデートしようよね、いいでしょ。あれ、時間間違ったかな。ごめんなさい。待った待った。さあ行くぜー。うわっ、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 ごめんなさい。え？服装がさ、制服じゃん。本当にごめんなさい。出かけにあれこれ迷う。洋服で迷ってたわけじゃないよな。あれ？あれ？なんで制服なんだろう。ここはいつも季節の花と緑でいっぱいだね。私好き。入りましょう。はあ、そうしよう。俺は微妙。ここにはよく、うん、緑に囲まれてるとほっとするんだ。これだな。絶対これやけどね。俺選択するのこれだ。私も優しく慰めてくれてるような気がする。俺と付き合ったら毎日優しく包んであげるよ。こんなこと言ったらさ、流れそうや。今日は本当にありがとう。楽しかった。おわ、絶対誘うからね。ここでそろそろ好感度普通ぐらいになったんじゃないか。うん、多分いける、多分いける。次のイベントいける。よっしゃー、来たぜー。ごめんなさい。なんで制服なんだろう、これ。なんかあるんかな、理由が。ちょっとわからんな。じゃあ入ろうか。うん。これは？あ、来た。すごい。魚がこんなに綺麗だな。よーし、これもイベントの一つでーす。こんなんわからんような、普通にやっつったら。今日の八重さんなんだか知らないけど綺麗だ。今日は本当にやったー。ふぃー、選択肢なしでー。ごめんなさい。よいしょ、出たー。さて今回どこに行くかさっぱり覚えてないぞ。今日はどこに行くの。そうかそうか。あ、どうしようかな。あ、これブティック行きたいな、普通に。ブティック、うん。ヤイさんって何なんだろう。なんで服、あの服どうかな。
可愛いと思うよ。あー一番下がいい、一番下がいい、一番下がいいな、うん、俺は一番下がいい。え、そんな、でも、よーし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 、一番上が無難かなとか思ったけど、今日は本当にありがとう。来たー、じゃあ、やったー、超嬉しい。よっしゃー、文化祭来たぜー。今日はどうしようかな、誰を誘おうかな。もちろん、やいさーん。あ、八重さん、どうしたの。よかったら一緒に展示を回らない。ごめんなさい。そう、うっせやん、マジかよ。赤井さん、一緒に帰ろうよ。赤井ちゃん、私はお前にそんな弱…あ、蹴られんのやん。なるほどね、知らんやったわ。ちょっとやってみたかったんだよな。よいしょー、今回は、おー、ちゃんと服着てる。そうだよ、ちゃんと服着らないとな。ということで、動物園に来てまーす。今日はいい天気。うん、そうだね。動物園日和ってやつかな。そうね。じゃあ行こうか。さっきから何見てるの。いや、この鹿の餌、うまそうだなと思ってる。最悪やな。狭いところに閉じ込められてかわいそうだなと思って、何の不自由もないし幸せだなと思って、いやいやいや、俺これなんだよな。うん、自然の中が一番なの。うん、オッケー、十分。今日は楽しかった。これそこそこなったかな。なってないような気がするな。もう一回やな。よし、今回は植物園にもう一度来てます。もうちょっとね、好感度上げないとね、次のイベントに行けないような気がするんだよな。ここは一年中花が咲いてるね。うん、生き物に環境は重要って見本だね。うん、いつでも花が見られて嬉しいよね。真ん中か上、どっちがいいかな。下だな。あ、ここ。そうね。気が紛れるし。なんだと、上だったか。今日ミスタードラゴンボールみたいになった。やったー、ごめんなさい、待ったでしょ。絶対断られると思ったわ。もうめっちゃデート断られるからさ、すげえ不安だったわ。よーし、そうね、これでね、そろそろ好感度良くなったと思うんだけどな、多分。ねえ、おみくじ、おみくじ、やろう。気を引き締めるのに役立つよ。おい、確かにな。うぃー、どれどれ、今年の運勢は大吉。大吉多いね、うん、こんな感じだよ。水吉。そうなんだ。これから良くなるって意味だよ。良くなるか。なるよ。いや、俺がするよ。寒さが気にならなくなった。そういえば、そうだね。あの、何？今日は楽しかった。そんな、新年早々ラッキーだぜ、俺。女の子と初詣行ったことないな。あーっしゃー、来たぜ、ブティックに行こうぜ。好きだろ、お前。ごめんなさい、見るのに時間かかって。気にしなくて、ゆっくり見るといいよ。選ぶの手伝ってあげようか。何でもいいから早くしようよ。うん、絶対にない。ありがとう。もう少し待って。まあこんなもんだろう。うぃー、これ来たかな、そろそろ。今日はありがとう。よし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 。じゃあ。そろそろだな。そろそろ行かないとやばいな。2月までに行かないとまずいんだよな。もう1月だからな。よし、来たか。いい天気でよかったね、八重さん。曇った時はどうしようかと思ったよ。うん、そうだね。本当にスキーに最適。さあ、時間がもったいないから早速行こう。うん、濃いイベント。少しだけ。やった、やったことあるんだね。じゃあ大丈夫だね。うん、あ、待ってよ。お、来た。やえさん。
大丈夫？うん。足首をひねってるみたいだ。とりあえず戻ろう。おぶっていくよ。大丈夫。じゃあ立てる？ごめんなさい。俺なんかが役不足かもしれないけど、少しの間の我慢だから。軽い捻挫だけでよかったね。うん。ゆっくり帰ろう。時間はまだあるし。今日はごめん。謝ることなんてないさ。足が治ったらまた行こう。ちゃんと歩けてるし大丈夫かな。送ってやれよ最後まで。おい、やっと来た。しかしやっと来たよ。めっちゃデート断られた。もうデート断られすぎてストレス半端ねー。ストレス半端なすぎで、次ねまたイベントがあるんすよ。セビショやったー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 、もうここにセビショやったぜー。じゃあ次のイベント行ってみよう。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。